基礎点外科合戦は、1971年7月7日から1972年6月28日まで、日本テレビ系列局で放送されていた、日本テレビ制作の歌謡バラエティ番組である。一般人4人のチーム2組が出場し、歌で競い合っていた視聴者参加型番組。一般的な歌合戦番組と違うのは、出場者たちを尻滅裂な仕掛けのあるステージに上げて、 歌わせていた点である。出場者たちは番組の仕掛けに悪戦苦闘しながら歌い、観客の笑いを誘っていた。通常は家族単位でのチーム同士による家族対抗戦が行われていたが、稀に各都市の代表チーム同士による都市対抗戦を行うことがあった。また末期には8人の芸能人たちが基礎チームと天外チームとに分かれ、 同様に仕掛けのあるステージでモノマネ合戦をする芸能人対抗戦を行うこともあった。司会は情報漫才師の正としえ0時、レギュラー審査員は漫画家の富永一郎という組み合わせだった。富永は番組のタイトルロゴやセットのイラストも担当した。番組のオープニングでは年江、0時が奇想天外科合戦と書かれた大きな玉をぶち破って、 中から現れるという思考が凝らされていた。いずれも日本標準時。対戦は全部で5回戦。1回戦から4回戦までは個人戦で、5回戦は団体戦となっていた。個人戦では出場者たちが様々な仕掛けのあるステージで歌わされていた。主な仕掛けとして回転木馬に乗って歌う。ブランコで揺られながら歌う。氷の上に裸足で乗って歌う。 右手に赤旗、左手に白旗を持ち、0時の掛け声に合わせて旗上げをしながら歌うなどがあった。出場者が無事に歌い終えたら、審査員たちによる歌の審査結果から出た点数が、チームの持ち点に加えられた。ラストの団体戦では、チーム全員が参加し、仕掛けのないステージで歌っていた。その後に審査が行われるのは、個人戦と同じ。特筆のない場合は、 同時ネット、ありがとうございます。